早いですね。ただ持つか持たないかというのがこちらでの話ですよね。そうですね、各社のスピードが上がってまいりました。そしてピットロードにペースカーが駆けまして、さあ79回インディ500マイルレース、グリーンフラッグが捉えました。グリーンフラッグが捉えました。さあアーリーラインダックがいけるでしょうか。アーリーラインダックがインサイドからずーっとかけていった。まず先頭に立ちましたがアーリーラインダック、インサイドからアーリーラインダックがぐーっとつきまして、その後もう一台のカラーリングのマシンが飛び込んでいきますが、さあスコット・オブライオットがアリバルがあった。早くもクラッシュです。クリスチャン・フィットパディのマシン、そしてこれはエディ・チーバーか、あるいはスコット・シャープか、2つのマシンが早くもクラッシュであります。今年もまたインディ500マイルレースは波乱の幕開けです。スコット・シャープの、あードライバーが、これはスター・オックスか、ドライバーの足丸が見えている。これは珍しいことです。コックピットが壊れました。インディのあの頑丈なコックピットが壊れるということは、これは誠に珍しい。これはジルノ・フェランでしょうか。うわー、早くも今年もまた大きなクラッシュが出る。エディ・チーバーのマシーンです。チーバー大事ですね。もしかするとあの黄色はただ一人の女性ドライバー、リンセント・ジェームスかもしれません。エディ・チーバーか、41番のスコット・シャープのマシーンだったんですが、エディ・チーバーのあの AJ ホイト T のマシーン、わあジルド・フェランだ。期待のジルド・フェランのマシーンも無残な状態で今走っております。バックストレートを走っておりますのは、右のフロントエンタイヤが跳ね上がりました。無残な状況のジルド・フェランがそれでもピットに戻ろうということで、けなげな姿ですね。これはね、今年は第1週が本当に危険だなという声は実は地元ではあったんです。そしてスコット・ブレイトンとアーリー・ラインダイクが激しいトップ争いをしました。この第1ターン、まずスコット・ブレイトンが行きました。その後アーリー・ラインダイクの黄色いマシンが行った後、ここで大変なクラッシュがありました。当然イエローフラッグが振られておりまして、インディ500マイルレースはイエローフラッグが振られた時には全車当然スピードを落としまして抜くことはできません。これはスタンフォックスの左側のマシンなんです。寺さんいかがですか。いやこういうのは怖いですよね。あのドライバーが無事だったらいいんですけどね、今足をかなり強打してますからね。そうなんです、私も実況でも申し上げましたが、この強烈なコックピットがですね、壊れて足が見えてしまうという、これはあのボビーレイホールのオンボートのマシンなんですが、それを見てみましょう。これはボビーレイホール、間違いありません。そのボビーレイホールのマシンからという状況ですね。このオンボードですともう一つはっきりしないので、わーこれだけタイヤの破片が散らばったり、これは後から行くドライバーも怖いでしょうね。これもこういう時には、ね、経験がものを言うんですよね。前の車がどっちに動くかっていうのは一瞬にして読んで、自分が巻き込まれない逃げなくちゃいけないんですね、はい、当然あのブレーキを踏みながら逃げるわけですけども、ジルド・フェランがまだコックピットには戻ることができません。でここで問題になるのがスタート直後のですね、タービランス、気流の乱れなんですね、これをちょっとご説明していただきたいんですが、日本ではこうスリップストリームって言うんですけど、車の後ろが乱気流になるわけですよね、はい、でそれに入ってしまうと車がアンダーステアが出ていく、ちょうどコーナーの手前なんかだとアンダーステアが出ていくんです。アンダーステアとは要するにフロントのタイヤが流れてしまうんですね。そうですね、ですから飛び出してしまうんですね、ですから外へ行こうとする、外へ行くわけですね、はい、だから直線だけだったらいいんですが、コーナーに入っていくときそのタービランスの影響を受けますと自分の車がボーンと表に飛び出してしまうんです、そういうことがある。ただみんなドライバーそれ分かってますから、ですからそういう時は1車線中にいるとかですね、はい、そういうことをするんですが、まあ、スタート直後は、まあ、今日これだけ、まあ、路面温度が上がってますから、なんでスピンが起きたかちょっと分からないんですが、最初接触か、単独スピンで巻き込んだかどっちかかも分かりませんね。そうですね、路面温度は、まあ、比較的上がってましたからね、タイヤが温度が低いってことはないと思うんですけども、これはヒロ松下のマシーンです。で今のタービランスをご説明しましょう。タービランスというのは気流の乱れです。つまりモーターボートを海面走りますと大変な波が出ます。その波の後を走る船というのは大波を食うわけなんですが、これはスタンフォックスのマシーンです。つまり
33台のマシンが一斉に走り出しますと、33台のモーターボートが一斉にきれいな水の上を走り出した。一体皆さんどのくらいの波が起こるか、それだけでもその後を続く気流の乱れに災いされるドライバーの心理がお分かりいただけるのではなかろうかと思います。壊されましたマシンの修理、さらには整理がまだ続いております。この放送はアメリカインディアナポリスから衛星実況生中継でお伝えしております。200周の長丁場、もう本当に残りわずかです。残り1割を切っているわけです。快調に走るスコット・グッドイヤー、それを追いかけますスコット・プルーエットのマシーンです。でプルーエットは絶対離れちゃダメですね。もう少しでも離れるともうスリップ使えなくなりますからね。ですからもうなんとか食らいついて相手のミスを待って抜かないとダメです。所属チームのプルーエット、パトリック・レーシングはブリヂストン傘下のファイアーストンタイヤの開発を1年間ずっと進めてまいりました。去年は自分のシートを放棄してまでこのブリヂストン、ファイアーストンのためにテストに費やしたというこのスコット・プルーエット。プルーエットがターンしてクラッシュ、すごいすごい火を吹いている。2位を走っておりましたスコット・プルーエットがクラッシュ、イエロー8回目。2位をつけておりましたスコット・プルーエットがここで大クラッシュ、バックストレートでクラッシュです。ここから再三お伝えしておりました、ここでも経験の差が出たんでしょうか。もったいないですね。ねえ、もうほんの数センチなんですけどね。リアのタイヤがご覧のように全くありません。ドライバーは大丈夫でしょうか。まさに波乱のインディ500。これでグッドイヤー楽になります。これで楽になります。日本の皆さん、ホンダエンジンが長い歴史と伝統を持つインディ500、決勝に初めて進出して初優勝の快挙が成し遂げられるかもしれません。ただ不気味に控えるのがジャック・ビルヌーブ、そしてカーナンバー7番のエルセオ・サラザール、こういう若手、激しいクラッシュでした ね。 そうですね。カメラマンも思わず仕事を捨てて今逃げるのが分かりましたもんね。オーバーステアになってますよね。ですからやっぱり走りづらいんでしょうね。という光景でした。オーバーになってるのがこれもちらっと分かりますよね。いやもったいない、もったいないですね。この後ね、本当に火花が散りましたからね。第1ターンから第2ターンに向かう 200m の直線をご覧いただいています。この第2ターンを回ったところでスコット・プルーエットが激しくウォールにヒットしましてスピンです。そして今度はインサイドの金網に当たりまして火花が散りました。マシーンが火を吹きました。そして当然のことながらリタイア、マシーンの片付けがまだ終わっておりません。現在186周目です。さあ今度リスタートでビルニューブがこの前失敗したのを失敗しないようにするとまた面白くなります。そうなんですね。去年はねあと残り10周ぐらいでスタンフォックスがクラッシュしましてね、イエローフラグのうちのチェッカーのフラグということだったんですけれども、今年はそんなことのないように祈りたいと思います。波乱のインディ500はまずファーストラップで大変なクラッシュがありました。残り15周というところでもとにかく優勝を争っている2番手につけているプルエットの大クラッシュがありました。皆さんこの後は赤と黄色のグッドイヤーか、あるいはブルーと白のビルヌーブか、さらには第3位をつけておりますグリーンと黄色と白のサラザールか、もう若手ドライバーの一騎打ちになるわけであります。しかしロビー・ゴードンも侮れませんからね。そうですね。カーナンバー5番、このリスタートはまた面白いですね。クリスチャンの名前を忘れることもできません。カーナンバー